イアン・アンダーソンは、スコットランド出身のミュージシャン、フルート奏者。ロックミュージックにフルートを持ち込んだことでも知られ、ロックバンド、ジェスロ・タルではリーダーを務めた。NBCTV 出演時、スコットランド・ダン・ファームリン出身。家族が、イングランドのブラックプールに引っ越した後、地元の美術学校時代に知り合ったジョン・エヴァーニア、グレン・コーニックらと共にブルースバンドを結成し、活動を始める。 活動拠点を首都ロンドンに移すが、バンドは解散。1967年、自身とコーニックは新たなメンバー編成でジェスロタルを結成し、翌年アルバムデビューを果たす。デビュー時から独自の世界観を築いており、セールス面でも英米共に成功を収めて、1970年代を中心に熱烈な支持を集めた。 メンバーチェンジや音楽性の変化などもあり、1980年代にはバンドとしての活動が停滞する。自身もソロアルバムを発表するなど、活動は散漫になっていく。副業に専念するとして、音楽活動からの引退を発表したこともある。結局はバンド活動を継続し、独自の路線を進めた。2011年にバンドの活動が停止。以降は、 ソロプロジェクトを中心に活動している。2006年に母国のヘリオット・ワット大学、2011年に同じくアバティ大学からそれぞれ名誉博士号を授与。2008年には大英帝国勲章音部を受賞している。管楽器演奏ギター演奏楽曲制作や、ボーカリスト、またギターやフルートなどの演奏もこなし、ジェスロタルの中心的な役割を果たしている。 特にフルートは彼の代名詞でもあり、ジェスロタルの音楽世界を巧みに演出する効果もあった。中世ヨーロッパを彷彿とさせる幻想的なサウンドを得意とする。トラットミュージックや民謡などにも系統しており、その音楽性はジェスロタルのサウンドに顕著に現れている。フルートを使うきっかけは自分よりギターの演奏が上手な連中ばかりを見てきて、 他の楽器に転校しようと考えて、楽器店を訪問し、店員に、ここに置いてあるバイオリンとフルート、どちらが簡単に演奏できると質問したところ、フルートの方です、と言われたからである。リッチー・ブラックモアとの交友関係があり、ブラックモアズ・ナイトのデビューアルバム、シャドウ・オブ・ザ・ムーミア、マジェランのハンドレッド・イヤー・フラットにも、フルート奏者として、ゲスト参加した。そのリッチーは、 以前から、イアンの実績を高く評価をしており、おごることのない姿勢を称えていた。音楽活動以外には、魚の養殖業を営む実業家という側面も持っている。ありがとうございます。